なんですか。いつもどうです。あー、いないいないいない。朝電車乗って会社行ってずっといて、気がちょっとあれネット入りすぎだな。そんなのないの？あんなもん。乗らないとなんかフェイスブックらしからの気をつけべくてダメ、うん、いやいや子供は朝練始まったらもう4時半起きなんだ。足か足ほらそうなんだ。うん、次の乗車は中村さん早川立教です。ああああ、それが足とかなんか確認で手間取ってたよ。すごいよね、そんなの競技進行しながら我々も分かる。これって何の検証？言うの簡単だよね。簡単に言ってます、うん、いや俺簡単に言わないといけない。そのぐらいやってみたいな。そう、お願いだったら教えてないもん。どういうことする？じゃあやっぱ栃木県かな。
なんか、ね、全カレの会場探してたよ。シーラーやばこけら落としだ。全カレでいいっすよ。ダメなんだ。あれ、インタイム受けずらすしかないな。多分ダメなんだけど。ハードル。1回目でクリアしています。次の挑戦者は、こちらの中野さんです。ないだって、うん、俺も下でもらおうと思ったら今年ないんですよ。そう言われた。あ、そうですか。紙資源に勝ってますか。これ変なにスマホとかでな、ちゃんと日本人で、これスマホ用のページはあるのかな。あります、ね、これですね。あ、速報、結果速報です。なんか動画もあるよ。そう、たまにあの競技と競技の間すごい静止画になってるけど。今飛んでるし。嘘、ソフトバンク。ああ、そうか。フリーワイファイじゃないでしょ。大会、うん、すごい。次の跳躍者、関西大学の小野さんです。髪の毛がないから熱いんだ。その話題はしなかったんだ。そこはね、お前が言っちゃいかんな。
会場の施設の問題もあるんですね、教室の教室の、ね、来年山口ができるかどうか、うん、5723こんにちは。
Thank you.